ジュディ・ホリデイはアメリカ合衆国の女優。ニューヨーク市出身。祖先はロシア系ユダヤ人。ちなみに本名のトゥービムとはヘブライ語で休日の意味。高校卒業後に最初に就いた職がオーソン・ウェルズとジョン・ハウスマンの運営するマーキュリー・シアターでの電話交換手だった。1938年にベティ・コムレン。 アドルフ・グリーンラとザリベアーズというボードビルのユニットを結成しナイトクラブなどで活動した。1944年にグレニッチ・ビレッジで映画デビューしたがこれは早くでの出演であった。翌年にはブロードウェイの舞台に進出1946年から1949年のボーン・イエスタデーが大ヒットとなり脚光を浴びた。 この作品の映画家権を買ったコロンビア映画は主役に同社のスターであるリト・ヘイワースを当てる考えで、その代わりホリデーにはアダム氏とマダムで、キャサリン・ヘプバーン、スペンサー・トレーシーとの共演の機会が与えられた。ところがこの頃、アリカーンと結婚したばかりのヘイワースは、スケジュールの調整がつかず、結局ホリデーが映画でも主演することになった。1950年に公開された映画、 ボーン・イエスタデデ・ホリデーは、サンセット・オ通りのグロリアス・ワンソンや、イブのすべてのベキ・デイビスを抑えて、アカデミー主演女優賞を獲得した。1957年には、ベルズ・アー・リンギングで、トニー賞主演女優賞を受賞、同作の映画化でも、主役を演じた。1948年に、音楽家と結婚。一時を設けるが1958年に離婚。 1965年に咽頭がんにより43歳で死去。ありがとうございます。